はいどうも皆さんこんにちは、ビルトです。というわけで今回はですね、今回はいつもはね BLC を使ってるわけなんですけど、今回はルナークライアントを使ってね BLC と何が違うかをね、まあ、自分なりに確認していこうかと思います。はい、まあというわけで、まあやっていくんですけど、とりあえず、モッドの設定とかは、バッドライオンのね、GUI とかの設定にね、まあ近づけました。まあね、結構めんどくさくてもう途中で諦めた点はあるんですけど、とりあえずこれでね、何回かスカイウォーズやったり、ビルド UHE とか、シューサーバーでやったりして、まあヒットの違いとかをね、軽く見ていこうかなって思います。はい、というわけで、マップにやってきました。で、今思ったんだけど、このマップ帰ってきたんだ。待って、今日は6月20日、多分昨日の夜から帰ってきてたらしいんだけど、まあ分からんわそれはよくはまあというわけで何だろうな、おーやばい、いきなり立ちられた、あっぶね。で、そのコメント欄で、バッドライオンと、ルナークライアントの違いを教えてくださいみたいなことを言われて、まあ、まあね、僕が聞いたところによると、バッドライオンの方がヒットが早いっていうね、情報があるんですけど、まあなんだろう、その、ルナークライアントをね、一切使わずにそういうのを評価するのはどうなのかなって思ったんで、ちょっと改めて、ルナークライアントをね、また使ってみて、今はどっちがね、ヒットが早いのかどうかとかね、そういうのを見ていけたらなって思ってます。とりあえず普通に戦ってね、まあ、感じることをね、まあ、素直に言えたらなって思います。というわけで、まあ、早速戦っていきますか。この人からいってみようかな。どうなんだろうな、これ。なんか、どうだろう、BLC の方がなんかこの釣り竿の出る速度は速い気がする。あとはヒットだよな。でも今のじゃ全然あんま感じなかったから。なんか BLC の方が早い気がすんな、これだと。でもマジ体感なんで、まあまあもう正確なね、ヒットはね、まだ測れてない。まあ今度ね、また違う動画でね、そういう正確な動画出せたらなって思います。よいしょ。OK？ あ、でも早いかもしんないな、ちょっと。まあ、軽くね、今やってみた感じだと、殴るのはバッドライオンとルナーなんか同じな気がして、で、釣り竿は圧倒的バッドライオンの方がなんかね、早い気がする。多分本当に正確に測るんだったら、多分その編集とかでスローにして、クリックした瞬間で、そのヒットする瞬間とかをね、ちゃんと見ないと、まあわかんないんですけど、それはね、また今度やろうかなって思います。まあとりあえず今回は自分がね、普通にプレイして、まあ感じたこと、体感で感じたことをね、まあ言っていこうかなって思います。嘘、この人来んの？無理なんだけど。OK。まあね、またこれもね、また僕動画ね、また初エイムでやってるんで、本当にね、エイムとか悪いんですけど、ちょっとね、今度また本当に検証動画みたいなの撮るときは、ちゃんとね、エイム合わせしようかなって思ってます。まあさすがにね、そういう動画はね、ちゃんとね、エイムとかも良くしてやんないとね、ダメだと思うんで。でも気になるよね、普通にどっちが早いかっていうのは。でもやっぱ PVP クライアントっていうだけはあるから、普通にね、早いんだよね。他のフォージとか、オプティファインとか。その PVP クライアントじゃないものに比べたら、やっぱ PVP クライアントはね、マジで早い。これいけんな。OK？ ごめんな。OK。とりあえずそこの人倒しますか。なんかな、BLC の方がやりやすい感はある。はい。というわけで、シューサーバーにやってきました。ちょっとね、普通にピングがいい状態で、ビルド UHE の、まあ、体感をね、測っていこうかなって思います。まあ、体感で、普通に感じたことをね、まあ、やっていこうかなって思います。よいしょ。めっちゃこの人上に浮くね。まあ、今度はね、ちょっとは戦い合える人とやってみたい。あ、この人は強いかもしんない。待って、俺の沼プレイが出てる。やばい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 。なんかさ、変な場所にヒットしない？気のせい？ヒットっていうか、めっちゃ変な方向にノックバックしない？やっちゃったよ。いやー、ちょっとね、普通にちょっと長期戦の戦いがしたいところではある。とりあえず、お、なんかさ、なにこれ、シューサーバーのさ、KB がおかしくなったのかな？なんか、めっちゃ上に行く感じしない？気のせいなのかな？
オッケー。まあなんだろう、なんかね、わかんない、これシューサーバーのヒットが普通におかしいだけかもしれない。こんな浮くことあるか。待って待って待って、こんな浮くことあんのか。何そういう、何シューサーバー変わった、前と全然 KB 違うんだけど。何この KB、 ちょっと弓は避けたいな。よいしょ。おいおいおい、なんだこれ、なんだこのめっちゃ浮く KB は。んー、なんかシューサーバーではあんまうまく測れない気がする。ハイピが基準かな、いけっかな。 OK、 GG。 というわけで、まあ今シューでやったんですけど、シューの KB 微妙すぎる。ちょっと一回デュエルやってみようかな、ハイピクセルの。はい、というわけでハイピのデュエルやってきました。で、まあどうだろうな、ハイピのデュエルも言うてね、なんか KB とか遅いし、これすんのどうなんだろう、なんとも言えない感はある。なんかなんか、なになになに、怖い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 。なんかさ、 KB がやっぱ BLC との感覚がマジで違う。待って、うまいうまい、うん、まいんだけどこの人。まあ、とりあえずやってみよう。あ、この人ルナーガチ勢かもしんない。マントが語ってるよねこの人の。なんかめっちゃ最後の人だけ俺だけ食らうんだけど、まあとりあえずね、戦って1回ぐらい勝ちたいな。オッケー。やばいやばいやばい。オーケー、勝った勝った勝った、レベルも上がったんだけど。はい、というわけで、まあ、一通り、スカイウォーズと、シューサーバーでビルド UHC で、あとハイピクセルで、UHC デュエルやってみたんですけど、まあ、僕の本当に率直な感想としては、まず釣竿は多分バットライオンの方が早い。ヒットはまあ五分五分かな、多分同じくらいなんじゃないかな。で、あと、KB かな?そのノックバックはなんか、バッドライオンとルナーはなんか違うような感じがした。まあ、これは普通に多分、どうなんだろうね。まあ、僕のね、本当に率直な、やってみて思った感想なんですけど、ちょっとだけ KB の仕方がね、違ったかなーって思います。また今度の動画でね、ルナークライアントのヒットの速さとか、バッドライオンのヒットの速さとか、詳しくね、測っていきたいなと思うので、詳しく、なんだろう、動画編集使ってスローとかにして、どっちが速いかとか、確かめてみたいと思うので、皆さんね、よかったらチャンネル登録と高評価して、その動画待ってくれると嬉しいです。というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いします。あと、Twitter のね、フォローもよかったらね、お願いします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。